ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッ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 ラーラーラー。はい、買います。ありがとうございます。ありがとうございます。これはいい時計ですよね。めちゃめちゃいい時計です。入門には、うん、もうちょっとかなりハイレベルだな。入門じゃないです、ね、じゃないですか。結構まあハイクラスですね。ありがとうございます。大丈夫か。おめでとうございます。世界に入っちゃったね。そうですね。これであの完璧正解です。やっとだ。今日私巡回。さっきちょっと話したんですけど、背番号8じゃないですか。はい、このビルってプラス8ビルっていうんです。あら、八角形なんですよ。あ、そうなんだ。すごい。今年からですか。はい。八号。で 80% で買い戻します。それが重要で。あれ。やっぱりこう買い物ってこういう方がいいですよね。まあ買わないのもいいけど、買うならやっぱり、はい、だからなんかいろいろこう分かってくると、はい、欲しいものがどんどん出てくるし、そうですね、ちょっとグレードアップするときに下取りに出すとか、はい、そういうこともできるし、うん、まあ値段が上がっていけば、はい、80% じゃなくて 100% になる可能性もある。そうなんですね。なるほどね。最低80ってことですね。最低80です。なるほど。軍用モデルに限っては今 85% してます。あ、そうなんだ。じゃあチャンスです。確かに僕はこの時点で80ですからね。あまりキャンペーンの85とかやってる。あ、軍用じゃないんだ。軍用じゃないです。防水でもないです。軍用だとかストーリーがある、はい、なるほどね。これ素晴らしい。この、ね、この渋い色のベルトもいいよ。いいっすね。うん、ブルーグレーっぽいやつ、うん、僕はまあ物として純粋に僕はデザインだ、うんうん、シンプル。ベルトはいろいろこう変えて楽しむことができるんですよね、はい、うちオリジナルのベルトとか作ってて、はい、いろいろまあ選べるんで。これどういうのだったらいいですかね。まあこれがまあ軍用なんで、この ナトウルの使った、はい、ベルトの今売ってるものなんですけど、こういうナイロンベルトでもいいですし、あの例えばこういう革のナトウみたいな買っても、ナトウ型の革、そうです。おしゃれな。ただこれはこのモデルは軍用時計なんで、はい、ベルトを取り付ける部分がもうはめ殺しです。完全に普通バネ棒が入ってますけど、うん、完全にフィックスバーなんで、うん、あデフェンスもはめ殺しとくんですね。そうですね。あんまりディフェンスはなんですけど、ね、本当はここっていうのただそのはめ殺し用のベルトも作ってるんですよ。なんでハメ殺しにつけれる。そうです。まあ、例えばこういうベージュのベルトとかでも結構おしゃれ。なるほど。こういう感じでつけられる。その時計で、あ、なんか、うん、結構いろいろあります。宣伝された感じになる、うん、これはホーウェイ社のラティーゴっていう。あ、ホーイなんですか。ホーイな、ホーイの革でアメリカを弊社のこういう出しという革メーカー。そうなんですか。オブジェ靴とかでよく使う。こういうのもできます。うん、それいいですね。おしゃれ。ポッチキスみたいに止めるんですよ。まあ入れるんだ。手で、まあ、取れるんで、まあ、これとこれの併用とかでもできなくなります。Yeah.
匂いの時計でいいですか。時計どんな、まあ、まずね、はい、まあ、別に見るのは怖俺たちの気分は怖これは我々、まあ、はある程度情報なんですけど、彼はまだないんで、そうですね、じっくりお勉強ですから。ちなみに俺はなんかパッと見てこれってかっこいいな。そうですね、なんでやっぱりそのデザインでまずはなんか気に入ったのがあるとそれが一番いいと思うんですよね。こういろいろ分かってくると機械がどうとか、うん、そのブランドがどうとかって始まるんですけど、まあ、まずは見た目がいいと思います。情報入りすぎるとね、変に選んじゃったりする場合もあるから。あ、種類、うん、これすごいね、これ革のこの納豆型の、うん、キュリオスキュリオって入ってるんですよ。ああ、しかもあのこれはね、バスコっていうなんかバッグとか作ってるところとのコラボで作ってるベルトなんですよ。僕これで、あの作戦すぐ秒単位でいけます。これ秒単位です、秒単位で覚えてました、それは。今だって言われてもすぐゼロに合わせる監督のミーティングもこれで上がってますね。ちょっと今日長いな。そうそう、やっぱ選手っていっぱい買い物減ったじゃないですか。そのさっきのリセールじゃないですけど、すぐ値段下がるものを買う好きじゃないですか。結構これ大事だと思うんですよ。その軸でいく、まあ、ヴィンテージもそうだし、そう家具買うとか、はい、その方がまあ、車そう資産になるし、はい、そのレクチャー我々文化向上委員会、オーストラリア軍これをね見てる人はね分かってほしい。基本この形言い訳ですけど、これは絶対に上がる。これがあの裏蓋にオーストラリア、そうなんです、うん、これかっこいいんじゃないですか。なんかこれパッと見ね、あ、うん、あもう出してもらったらぐらいルクルトマでオーストラリア軍渋い、オーストラリア、うん、このホグリ感ブロードアロー、オーストラリアもアローついてる、うん、同じなの、あれイギリス軍のさ、占領下だったから。すごいな、イギリス軍とオーストラリア軍は割と共通の特徴を使ってて、あのミリタリーウェアもかなり似てるんですよ、うん、あー、はい、これいい、俺こっちにしよう、こっちもちょっと作ってみたらいいかねえ、うん、なんかでしょ、これちょっと、なんて、多分デザインかな。この焼けぐらいのなんかいいんだよ、ちょっと小ぶりでいい、うん、これの成功とかも、うん、あ、これね、うん、これなの、いや、渋いなぁ、うん、かっこいい、あー、いいね、これでもアローがいい、あ、裏蓋の上がなんか裏蓋、そう、もうちょっとかっこいいね、かわいいな、ほんと運用の件は 85% で買い直してます。いやー、勝たないとね、また頑張ってください。頑張ります。次勝ったら誰ですか。そうそう、あ、これ前回出てたっけ。すぐ逃げようとする。ただそ の, あの 競合となるあの店でもね、あの相手を見てしまったっていうのはちょっとね、心入れたい。どこで買うかっていうのはまだどこか。これどのくらいでするのがかっこいいですか。はい、ちょっと緩め。いや、割としっかりいった方がいいですか。すみません。あ、ルクルトはいいよ。ベルト1本サービスするんで、やった。勝利級ですか。そうですね。一ノ倉さんにも。あ、勝利級。ある意味2連勝。いや、これはいいわ。かっこいい。
これは2、多分おそらく今 J リーグ界で最も2だ、ね、それ結構僕目指すところだな、2だわ。高いときで持ってる人たくさんいると思う、はい、サッカー選手が見てもわからない枠をね、広げる。そう、どうしようかな、ベルト。これも良かったけど、用途で言うと、普通の黒とか茶、小ビザとか、そういうベルトだと、スーツとかだよね。そうですね。いいよね。そうですね。これのね、そっち系の形の。ワイン共通点多いですね。ワイン好きですか？ごめんなさい、ワインが飲まないです。あれはちょっと勉強会やりました。逆にできたい。でもここにあれですね、持ってきたら時計談義しながら飲めちゃいますよ、うん、それありですか？できますね。ただ多分ね、参加者はやっぱり半分ぐらい買っちゃうんじゃない？ちょっと買っちゃうと。じゃあだからそのちょっとセールストーク仕込んでてもらって、ちょっと5連勝いったらやってみようか。そうだな、それは。はい、じゃあ本日、勝利挙げられた2人に今日勝利者インタビューしたいと思います。勝利なんですね。ではまず、はい、西さん、はい、本日購入していただいたと思いますけれども、はい、まず感想からお願いします。いや、身が引き締まる思いです。まあ、前回こちらに訪問してから、あ、期間というのは非常に短いように感じましたが、ね、いかがですか、そのあたり。いや、そうですね。まあでも、まあ、買うときってこういう感じですよ、うんうん、気に入ったらバン。さすがです。僕の信条なんで、はい、もしご家族に何か伝えるとしたら何を伝えてるんですか？お父さんお母さんってことですか？はい、そうです。パパ買ったよ。じゃあまた、さらに連勝伸びるように頑張ってください。はい、じゃあ次のこのインタビュー慣れてない。プロじゃないし。今良かった。今良かったね。これのやつは監督の勝利者インタビューのやつだ。完璧ですね。ここにルマニアとホイヤーという素晴らしいところが2本揃って。スケベこと西さんお買い上げ。レマニアミリタリースウェーデン軍79万8000円。逆になぜ80万円じゃないかは置いといて、このように文字盤裏もスケスケ、まさにスケベにふさわしい一本となっております。これを身につけてたくさん思い出を作ってくれよな。おめでとうスケベ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。